はい、皆様こんにちは。5月の9日午後12時13分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日5月週明け月曜日でございますね、第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、昨日ね、私、皆様にね、お伝えした通り、自宅の方に夜の8時半ぐらいにね、戻ってきました。今日から、通常通りの営業ということで、またまた皆様ね、よろしくお願いいたします。で、今日の内容も早速ね、行ってみたいというふうに思っておる次第でございますけれども、まずは重要ニュースがお一つございます。そしてチャート分析が、ビットコイン、イーサリアム、でビットコインキャッシュですね。そして、ディセントラランドのマナーを見ていきましょう。そして GST、 そして最後締めくるのは DYDX を見ていきたいというふうに思っておりますので、皆様ぜひとも週明け月曜日の第1部の配信を楽しみにご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。そしてあちら、昨日、これもそれこそ昨日ね、言っていたと思うんでございますけれども、ビットゲットさんのね、トレード大会 KCGI の2022の、登録がね、受付開始ということで、先ほど、午前の11時からね、開始されたということで、私もね、まだあちらでございますよ、チーム作成をね、まだしていないような状況になっておりますから、ここはね、チーム作成をした暁にはね、皆様のもとにご案内をまたまたしていきたいなというふうに思っておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。一応見ておきましょうかね。はい、ごめんなさいね。こちらでございます。ビットゲットさん、ビットゲットさん、どこにいるかな、いました、こちら。はい。5月9日から、こちら、5月の24日までが登録期間になっておりますよと。で、大会自体は5月の20日から6月の10日までね、やりますよということでございますので、もしよろしければね、私、ビットマン TV チームの方に入っていただけたら嬉しい限り、そして、韓国のね、方々強いでございますから、この方々をね、バッタバッタと投げ倒していきたいなというふうに思ってる次第なんでございますけれども、ものすごくね、強いということで、まあ、ここは今年の KCGI 第1回目の大会どうなることやらということでございましょうけれども、これね、KCGI 自体は、年2回やるらしいんですよ。ですから、年末にもう一回多分あると思います。で、バイビットさんの方でもなんか緊急のアンケートをしてましたね。なんかバイビットさんの方で大会を開催してほしいみたいな声が多いらしいんでございますよ。ちょっと私はそこは存じ上げないんですけれども、あ、そんな声が多かったんだというふうに思って、で、そこに対して、バイビットさんの方が大会を開催してほしいですかみたいな形でアンケートを取っておりましたよ。うん。で、そこでね、アンケートの結果が良ければもしかしたら、バイビットさんも年2回、のトレーダーの大会をね、やるかもしれませんので、ここはね、ちょっと楽しみなところなんでございますけども、今はとにかくビットゲットさんのね、KCGI をやりますよということで、ご案内が出ておりますので、よろしくお願いします。まあ、いろんな取引所ね、大会やってるんですけれども、こういったね、大きな大会、だからいわゆるチームを組んでチーム戦でやりましょうとか、もう賞金をね、200BTC までマックス出しますよとか、100BTC までマックス出しますよとかいう、こういった大きな大会って、そんなに頻繁にやっていない、多分取引所にとっては、ものすごく大きなイベントごとだと思いますので、まあ、年1回、ないしは年2回というところがね、あるでございます。ですからまあ今回のこの KCGI2022 に関しましては、年2回のうちのまず1回目がね、今回、5月の20日から6月の10日まで、あるということでございますので、ここはね、ぜひともぜひとも一緒にね、楽しんでいきましょうということでよろしくお願いいたします。一応チーム戦と個人戦2つあるんですけれども、2つともね、登録ができるような状況には、はい、参加しますよという風なね、状態にできるような風にはなりますので、ここはね、またまた詳しい内容がね、出次第、私もチームを作り次第ね、皆様のもとに、お届けをしていきたいなというふうに思っておる次第でございます。また、ここに関しては、メンタルマネージャーのね、携帯電話の方で、チーム戦の参加のやり方っていうのを動画の方で出していこうかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。また出しますからね、お願いいたします。はい、そして、今日の内容行きましょう。早速行きましょう。まずは、重要ニュース、こちら、ちょっと面白そうなものがね、流れてきておりました。行きましょう。はい、次の NFT ブームが、ドランケンモンキークラブ。というなんかこう、新しいものがね、出てきているらしいでございます。酔っ払いモンキークラブかということで、またまたこれがなんか人気が出ているんでございましょうか。読んでおきましょう。うん。人気 NFT、ボードエイプヨットクラブ。ね。あの、猿のやつですよ。これや、あとはエイプコインの人気が高く、出遅れたと感じているユーザーも多いでしょうが、はい。次なる注目 NFT に、ドランケンモンキークラブが注目をされていると。で、私もこれね、重要ニュースを見た時に初めて知りました。で、プライベートミントセールは20分でね、完売したことが分かったということでございますね。で、NFT の売り上げは、ボードエイプヨットクラブやエイプコインなどで、非常に人気が高く、エイプコインの時価総額は65億ドルに達し、はい、大人気 NFT ゲームアクシーインフィニティの26億ドルの時価総額をね、上回っていると。で、ボードエイプヨットクラブ NFT を 0.08 ドルで作成した場合、収益は1937倍になるということで、ものすごいね、金額の跳ね方でございますね。で、これは従来のね、
株式市場ではおそらくこれまで目撃されたことがない現象でありまして、はい、エイプコインはメタバースと NFT 採用にますます関心を示し、うん、NFT とメタバースの繁栄の時代にね突入したばかりであることを改めて感じさせられるということですね。で、BAYC とエイプコインによる、投資収益率により収益性の高い NFT をね手に入れられなかったユーザーは完全に逃したように感じるかもしれないが、おそらく次の大きな NFT ブームのテーマの範囲内にねとどまるのはDMC、 今回だからここでね言っているドランケンモンキークラブ、 NFT を所有している人は、うん、メタバースの仮想世界へのアクセスを得られるだけでなく、はい、物理世界でのユニークな体験とアクセスはまさに最高と称されているということらしいですね。ほーで、20分で完売の DMC プライベートミントセール、うん、プライベートをメンバークラブとして描かれた DMC はメンバーが NFT をね保持している限り、はい、メンバーに生涯サービスを約束していると。で、これらの特別サービスには世界で最も特別なイベント、そしてバー、クラブ、レストランへのアクセスが含まれ、一部のパートナーはメンバーに最大 50% のね割引が提供されるとのことと。で、豪華なランドマークに投資することは想像できる最高の見返りのようで、 DMC アプリは全ての限定特典にアクセスするためのキーとなるということでございますね。で、2022年3月に実施された DMC の最初のプライベートミントセールは20分で完売で、これらの同じ NFT は現在元の価格の4倍でね販売をされており、これが注目に値するプロジェクトであることを改めて浮き彫りにしていると。で、ボードエイプヨットクラブとエイプコインの台頭で見られる並外れたリターンにより、はい、多くの投資家がチャンスを逃したと感じるかもしれないが、まあそうですよね、初めはねなんかあちら、ただでね、配られていたものもあるらしい、あったらしいでございますからね。そういったところを考えていくならば、ほら、クリプトパンクだったかな？クリプトパンクとかも、ただで配布をされていた。それが、今ね、あんなわけわからんね、金額になっているというところで、もう本当にね、このね、NFT の、まあ、言っちゃうと、こう、プレミア感がね、出ているところがありますよ。で、次なる、その、プレミア感が出てくるのが、この DMC なんじゃないかというふうに言っちゃうと言われているというところでございましょうね。で、多くの投資家がね、チャンスを逃したと感じるかもしれないが、DMC のような、ものは、うん、投資家に NFT とメタバースの輝かしい世界に入るだけではなく、はい、アート、ファッション、音楽の分野で最高のイベントへの独占的アクセスをね得る2度目のチャンスが与えられるということでございますね。まあこれが次なる注目をされる NFT なんじゃないかというか、ちょっとこうね DMC どういったねNFT の作品なのかっていうのが絵がちょっとないので、ちょっとそこねまだ私も見ていないわけでございますけども、ちょっと気になる方はねぜひとも見てみてください。まあ20分で完売した、まあどうでございましょうか。このボードエイプヨットクラブであるとか、まあ、エイプコイン、まあ、人気高いでございますけども、こういったところと同じようなね、道をたどるのかどうかはちょっとわかりませんけれども、まあ、人々がね、言っちゃうとこう、まあ、ある意味群がっている感じもしますけれども、まあ、これがどうなっていくのか、後々ね、ちょっと楽しみなところではございましょう。よろしくお願いいたします。まあ、こういった形で。で、あと何だったかな、今回の重要ニュースね、あげませんけれども、NFT 市場が、今後ね、かなり130億ドルだったかな、ぐらいの市場規模まで跳ね上がる、35% から 40% ぐらい、市場規模がまだまだ拡大をしていくんじゃないか、みたいなね、形でニュースにも上がってきておりましたので、まあ今当然ね、仮想通貨業界の、流れ、まあ価格ですよ、それぞれのコインの価格が、やっぱりこう、下目線で下落していっておりますけれども、この NFT 市場であるとか、メタバース市場を、今後より大きなね、市場に発展していくっていう期待感はね当然持てるところでございましょうから、ちょっとやっぱりこういったね、ニュースに関しては注目をねしておいてもいいんじゃないかなというふうに思ってる次第でございます。はい、それではね本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャートメッセージ、パパプーパパプーパパプーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。と一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開をしていきたいと思います。まずは、ビットコインですね、見ていきましょう。よろしくお願いいたしますよ。いきます。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 33,700 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この通貨に関しましてはもう上昇チャンネルをね、明確に下に割れ込んでしまいまして、今もうずるずると落ちてきているような状況でございます。で、昨日のね第2部でも言ったわけでございますけれども、落ちてはきているんでございますけれども、出来高がね、伴った落ちではないということで、まだまだ あちら、まあ、最終的な売りセリクラでございましょうか、セリングクライマックス的な売りではないということで、まあこれはね、反発を全くしておりませんので、そういったところもまあ認識はできるかなというところでございますね。で、今はとにかくいいですか、年初来の最安値、はい、ここでございます。はい、3万とごめんなさいね、ちょっと細かくなりますけども、32,950 ドル、ここをね今目指しているような状況で落ちてくるんじゃないかというところで、認識が持てるかなと。で、もしこのラインを割れ込んでしまった場合、実体部分として割れ込んでしまうと、もうね、去年の6
6月7月あたりにつけていた、言っちゃった$30,000、29,000から$30,000ですよね。このあたりぐらいまでの下落っていうのは当然ね、想定がされるような状況になりますから、ここはね一つ注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。ですから、ロング勢はね、とにかく反発狙いで行くんであれば、まあ$33,000、ないしは、$30,000から$29,000、この価格帯での反発狙いでのロングインというところがね一つ考えられるんじゃないかなというところで、押さえておきましょう。まあでもね、今こうデータ的にも MACD も右下がり、 RSI 値もね、今落ちてきているんですけれども、別にまだ売られすぎの領域には入っていない31あたりでございますから、まだ下げ余力はあるということでございますね。そして日足レベルで見ていくならば、各種移動平均線も上から、覆いかぶさっております。短期の移動平均線ももう直近のね直上にいるような状況ですから、上がってきたとしてもいいですか、上がってきたとしてもここ、$35,000付近、ここでの売り圧がかかってまたずるっとね落ちてきてしまうという可能性が当然これありますので、ここはね注意をしておきましょう。やっぱり買っていた方はね、なるべく損失を、軽減したいということで、やっぱりこのね短期の移動平均線にタッチした時にね、ある程度もうちょっとこう損切りだけれども、ちょっと手締まっていくしかないという形でパッと売りがね入ってきたりして、またまた落ちてくるというような状況には当然なっていくんじゃないかなというところで、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。で、あとは週足レベルで見ると、もうこれが一番ね嫌な状況でございますよ。やっぱり新しい週が始まりまして、週足をねこの100日の移動平均線上で、確定をさせていただきたかったんですよ。ですからドルベースでいくならば、もう$36,500以上でね週足を確定するような流れが出てきていれば、まだギリギリ持ちこたえるような、持ちこたえて上をねもうちょっと目指していけるようなね流れになっていったんじゃないかと、$42,000をね、目指してもう一発上がってこれるような状況があったんじゃないかというところでございましたけれども、そこもね叶わず、もう100日の移動平均線を割れ込んだ状態で、週足がスタートしておりますので、これはねより一層の下目線というところで認識しておいてもね、まあ、間違いはないんじゃないかなというところで、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。まだこの上昇チャンネルに関しては残しておきましょうかね。で、あと一つが、やっぱりこうね今の状況で、こういうことを言うのもちょっとはばかれるんでございますけれども、やっぱり$42,000をね超えていかないと、ちょっとこうね、次なるフェーズ実体部分として超えていかないと、やっぱり元気の良さが取り戻されてこないというところがあると思いますので、ちょっとね、上に上がってきた時にロング入ろうかな、だから$37,000とか$38,000でロングインしようかなというふうに思っている方いるかもしれませんけれども、まだ相場感がね良くなってくるとかそういうレベルではないと思いますので、上がってくるんであればやっぱり$42,000を超えていった後のロングイン、もしくはさっき言った$33,000ないしは$30,000か$29,000、ここでの反発狙いがねいいんじゃないかなというふうに思いますので、一つね押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい。で、$33,000を割り込んだら、ここはね急落がねちょっとこうやっぱり想定がされるでしょうから、下髭をポーンと伸ばして$30,000まで一気に下落をしてきて、そこから急反発でグレーとね上がってくるというような急反発がね見られるような形にもなるかもしれませんので、跳ね返り、落ちてきた猫トーンをね期待している方がいるんであれば、やっぱり$30,000付近での短期並びに FX のロングインっていうのがね一つ推奨されるポイントでしょうから、一発目はね取っていけるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとねこう反発狙いでの稼ぎ場がね来る可能性がありますので、ここはね、FX 並びに短期勝負をする方は期待感をちょっと持ってね行きたいなというところがございます。ただし反発をしてくるんであれば、もう細かく利確をポポポンとしていくべき、$1,000-$2,000幅ぐらいでポーンとね取っていくべきかなというふうに思いますので、ここも合わせてね押さえておいてください。よろしくお願いいたします。まあ瞬発的な勝負がねできるところがもう少ししたら来ますよというのね押さえておきましょう。で、あとはまあ短期、並びに FX ではなくても、ちょっとねスイング系で持っておきたいなという方であっても、$30,000っていうのはやっぱり去年のね6、7月の加担値、そこを起点として史上最高値をぐぐっと目指していったようなね状況になりますから、そこをね起点としてぐっと史上最高値を目指していきましたから、ちょっとスイング系の方であっても、まあある程度ね、ちょっと入れるポイントとしては意識しておいてもいいんじゃないかなという感じがしております。ですから、ある程度そのスイングで行くんであれば、やっぱりこうもしね割れ込んでしまったとしても、割れ込んで$26,000あたり、この長いね実体部分でサポートラインがありますけれども、このラインにタッチしてもある程度粘っていけるような形で玉量調整をしながらね、話を進めていくっていうのがいいかなというふうに思いますので、まあそうして言うならば、まあ$30,000付近っていうのはね短期 FX での反発並びに、スイング系であっても現物の買い場としてもね特に悪いところではないかなというふうに思いますので、ここは一つね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。もし$30,000-$29,000割れ込んでしまったら、この$26,000っていうところが一つね、目標価格としては意識が持たれるかなというふうに思いますので、そこはね、合わせて押さえておきましょう。はい、次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングなら
イーサリアマクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が2460ドル付近をね推移しているような状況になっております。 OK でございましょうか。でこの通貨に関しましては、もうねこれ嫌な様相が始まっておりますよ。何かまずは、三尊をね、形成していたこの三尊形成のネックラインですよね。このネックラインをちょうどもうね下に割れ込んでしまった状態で話が週足が始まっておりますので、これはねあまりよろしくない、状況でございます。ちょっとラインは消しておきましょう。見にくいですのでね。ですから今は、2000と100ドルぐらいまでの落ちがねちょっと想定されるような値位置にはいますよと。そして週足のね、強気雲を下割れしてしまいましたので、それも合わせてあまりよろしくない。 MACD 線も右上がりで良くない。はい。 RSI も40あたりですから、売り方優勢ということで、もうねもろもろ下目線ということで、ここは認識しておいてもいいんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。ですから今の下落の注意値位置は2100ドル付近までの下落はね、ちょっと想定をしておきましょうということで押さえておいてください。ビットコインが3万3000ドル割れ込むような動きが出てくるときに、ちょうど多分2100この50ドル付近ですか？週足のね、100日の移動平均線ぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、ここはね、一つ、押さえておいてください。で、もしビットコインが3万ドルあたりをつけてくるんであれば、イーサリアムも1700ドルあたりぐらいまでの落ち、というところは想定ができます。これは、まあ、価格を照らし合わせるとそういう状況になりますからね。去年の、この6、7月ぐらいの加担値が1700ドル。うん。ビットコインのだから3万ドルをつけてきたあたりで、イーサリアムは1700ドルあたりをつけてきていたので、そこを考えていくんであれば、ビットコイン3万ドルに対して、イーサリアム1700ドルというところが、一つありますので、まあ、ここはね、ビットコインとの戦略と一緒、短期 FX 勢の反発狙いのロングイン、並びに長期保有目的の方の現物イン、あとはスイング系の方もね、ある程度買いの場所としては意識しておいていいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つね、よろしくお願いいたします。で、もし1700を割れちゃったら、割れちゃったらどうなっちゃうのという話なんですけども、もし割れ込んでしまったら、いいですか？長期的にある程度こう効いている、ぐーっとね、上昇をしてきてからの大相場がぐっと始まる前のサポートです。このなだらかな上昇のサポートライン付近まで、つまり1000ドルぐらいまでの落ちはちょっと想定をしておくべきかなというふうに思いますので、まあここを割れ込んでしまったらね、短期 FX 勢は損切りをしていくべきかなと。長期保有目的の方はやっぱり落ちてきた時の1000ドルぐらいでのね、ロングイン、まあ、いわゆる現物買いっていうのは当然これ推奨でございますので、まあ安いところでね仕込んでいきたいなというふうに思う方がたくさんいると思いますから、1000ドルぐらいまで落ちてきたらもうそれこそ本当に大バーゲンセールという状態になるでしょうから、今後イーサリアムに対して期待感をね持っている方はこの、1700ドルと1000ドルというね、ところ二分割ぐらいでね考えておいてもいいんじゃないかなと。ある程度金額のね幅が大きいので、まあ、落ちてくるかどうかは分かりませんけれども、一応防衛ラインとしては捉えられるかなというふうに思いますから、長期保有目的の方はね、ここでの現物買いは推奨、当然推奨、ここの1700ドルも推奨でございますので、ここはね押さえておきましょうということでよろしくお願いいたします。まあ2000ドル、2100ドル、そして1700ドル、そして1000ドルぐらいでね、現物の分割をね差しに入れておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今とにかく下目線です。で1700ドルで止まるかどうかはもうこれははっきり言いますよ。神の水を知るというところがありますから、ここで止まるとね 100% 断言することはできませんから、割れ込んだ時のことも想定して動いていくというのがものすごくね重要なところでございますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次行きましょう。今はまあとにかく2100ドルを目指すような動きがね出てきていますよというのは押さえておいてください。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアレツのお時間でございます。私も大好きでございます。お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。ビットコインキャッシュなんでございますけれども、ただいまの価格が258ドル付近をね、推移しているような状況になってきております。OK でございましょうか。で、出来高もね、これも当然出てきてはいないので、特に投げ売りというような状況もまあ起こってはいないんじゃないかなというところでございましょう。で、ビットコインのね、まあ下げに、まあ相関性で持たせて、ビットコインキャッシュもね、今ずるずると下げてきているような状況になっているわけでございますけれども、まあなんとかね、下から2番目の、赤いラインで粘り腰を見せているような状況です。サポートとしては年初来のサポートとして効いている場所に今ちょうど差し掛かっている。ですから現物買いをしておきたいなという方は一つね、現物買いのチャンス値位置としては押さえておいてもいいんじゃないかなという感じがねいたしております。ただしビットコインが当然下に割れ込みそうな状況に、下をね目指していきそうな状況にはなっております。もしビットコインが3万3000ドルを守りきるんであれば、ビットコインキャッシュもねこの値位置を守りきって上をねぐーっと目指していくような流れでもう一回来るんじゃないかなというふうに思いますけれども、ビットコインが割れ込んでしまうとビットコインキャッシュもさらに割れ込んで、その下の、はい、
サポートとしてガン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 聞いているところ、もう見ていただいたらわかるように、ある程度サポートラインとしてね、意識が持たれる200ドル。やっぱりこれは切り板のところとして意識は持たれているでしょうから、この200ドルというところを一つね、意識して、下がってくるんじゃないかなというふうに思いますので、今ぐらいでちょっと現物で、まあ打診ぐらいでちょっと入れてみてからの、落ちてきた時には200ドルぐらいでの分割でガリッとちょっと入れてみる。で、もし割れ込んでしまったら、やっぱりここですよね、2年。ぐらい前の下がってもう2年前ですよねのこの片んちヒゲの部分ですよね。このあたりぐらいまでやっぱり落ちてくる130ドルから150ドルあたりぐらいでしょうか。このあたりぐらいまでこうグリッと落ちてくる可能性が当然ありますから、そこまで当然耐えきれるような、いわゆるそこでも現物をねバリッと入れられるような資金管理をしてね、分割で購入していくべきかなというふうに思いますので、ここは一つねよろしくお願いいたします。まだ、粘り腰で耐え切ってはいるんですけれども、出来高が全然ついてきていないので、まだまだ落ちてくるというふうにね、思っている方も、まあ、いるんじゃないかなというふうに思います。この出来高の少なさ。上がっては来ているんですけど、出来高を伴った上げではないので、買い買い買いとかいうわけではないんですよね。そこを考えていくならば、さっきも言ったように200ドルとか150ドル付近まで落ちてくる可能性が、まあ、ビットコインとのね、相関性がまあ、出ているっていうところで認識しておいてもいいかなというふうに思いますので、そこはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。出来高が出てきていない、ついてきていないというのが、とにかくね、一つ、ビットコインに関してもアルトコインに関しても、やっぱり気になるところでございますからね、ここは押さえておきましょう。ですけれども今ね、金額としては結構もう最安値付近をねつけているような状況にはなっておりますので、後々の、上昇をね、期待したい方はビットコインがねまたまた大相場が始まってくればガチーとね上がってくるような状況ねやっぱりなるかなと。特にビットコインキャッシュなんて古参のアルトコインですから、あとはほら決済手段としてもね、どこの決済手段としてもやっぱり受け入れられているものじゃないですか。ビットコインキャッシュ、ライトコインも含めてですけれども、そういったところも加味すると、後々のね、価格の上昇、ビットコインのね、に伴って、当然ビットコインキャッシュであるとか、まあ、古参のアルトコインですよね。ああいったところは反応が出てくるんじゃないかなというところで、そこに期待感をね、込めて、現物長期がいいかなというふうに思ってる次第でございますので、よろしくお願いいたします。はい、で、次行きましょう、次行きましょう。次は、マナをね、見ていきたいなというふうに思いますよ。こちら見ていきましょう。ポチッとな、行きまーす。ディセントラランドのマナなんでございますけれども、ただいまの価格が 1.3 ドル付近をね、推移しているような状況。で、この通貨に関しましては、三角持ち合いをね、一旦は作成はしていたわけでございますけれども、三角持ち合いを作成していましたけれども、やっぱりここを下に割れ込んでしまいましたので、このサポートラインは消しておきましょう。で、今ずるずる下がってはきているんですけど、これもね一緒です。大幅なビッグハネ、このバレーとしたねハゲ、ハゲじゃなかったです、ごめんなさい、ハゲ、お前どんだけハゲでとお前エターナルかよと、ごめんなさいね、この大きなハネ、これがね起こる前のいわゆる実体部分でのサポートラインの延長線、はい、これが、いわゆるねサポートとして今回も効いてくるんじゃないかというふうに思いますので、もし割れ込んだ際はいいですか、マナに関して言うならば、もう 1.1 ドル付近、1ドルから 1.1 ドル付近ですよね。ここでの支えが入るかどうか、ここは一つ注目にね値するところでございましょうから、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。で、あとはもうね強い上昇がやっぱり待っているのは、もうかなり金額高いんですけれども、いいですか、この高値を結んだラインをやっぱり超えていかないと、この弱気の雲もね、ちょうど、高値を結んだライン付近にいますから、もうこれは短期並びに FX で考えていくんであれば、もう 2.6 とか 2.7 ドルあたりをつけてきてからの上昇っていうところにやっぱり期待感が持たれるでしょうからね、まだまだ短期並びに FX 勢の勝負のかけどころっていうのは訪れておりませんよっていうのは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。そういった意味で言うと、今どのアルトコインもね、あまり FX 関係はちょっと旨味がないかなと、上がってきたとしてもやっぱりその売り圧がかかって落ちてきてしまうっていうのがありますので、そこのね管理がしっかりできる方であれば、短期的なね、もうとにかく本当にもうね、あちらもうデイトレとか、もう本当にパン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 、トレードするような、状況だったらいいんですけども、ちょっと長めに持つというのは、ちょっとあまりにも危険度が高いかなというふうに思います。上がってきたとしても、さっきも言ったように、主要なね、やっぱりレジスタンスサポートライン付近で押されてくる可能性がありますので、そこを加味するんであれば、落ちてきた時の、もう今はとにかく、現物買いをしたい方のフェーズかなというふうに思いますから、そこはね、一つ意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。もし上がってくるんであれば、この右下がりのね、ライン、ここを超えていった後のね、短期 FX のロングインは推奨でございますから、ここも合わせてね押さえておきましょう。 1.1 ドル付近は現物の長期のね保有としてはありなんじゃないかなというふうに思いますから、ここもね押さえておいてください。はい、で次行きましょう、次行きましょう。次は GST をね見ていきたいなというふうに思いますよ。下に下ろしていきましょう。GST こちらポチッとな、行きまーす。はーい、GST なんでございますけれども、ただいまの価格が 4.6 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この通貨に関しましてもいいですか、こちらフィボナッチエクステンション消しておきましょう。はい、もうあまりよろしくないです。はい、なぜか上昇チャネルを描いていて、その中を推移していたんですけども、その上昇チャネルを、実体部分として上に抜けれずにずると落ちてきてましたよね。で、推移をしていたOK ですか。で、ダブルトップの実体部分を結んだネックラインも下に割れ込んでいる。そして上昇チャネルも下に割れ込んで、
中期のね、移動平均線も下に割れ込んでおりますから、もうこれは、今、4ドル。4ドルをね、目指して、落ちてくるような状況にはなるんじゃないかな、というふうに思いますので、ここは一つ意識をしておいてください。4ドルというのは、いいですか？ここ、下髭ポンポンポンとね、伸ばしてサポートをされている。あとは、このコマ足ですよね。ここ、はい。実体部分がものすごく短くて、上と下の髭をね、伸ばしている。どっちに行かせようか悩んでいて、買い方が勝利して、上にグッと上がってきた。うん。やっぱりこの値位置、4ドル付近っていうのは、意識が持たれていたラインかな、というふうに思いますので、この値位置に差し掛かってきた時に、まあ、あとはこの下のヒゲもそうですよね。出来高を伴ったバリッとしたね、下ヒゲポーンと伸ばしておりますから、やっぱり買い方が4ドルというところを意識していたのかなというふうに思いますから、4ドル付近での現物買いっていうのは一つね、ありなんじゃないかなと。ただし、さっきから何遍も言っておりますけれども、割れ込んだ際は、やっぱりこのもたついているライン、大幅上昇、陽線をつけていたこのスタート地点、3.3 から 3.4 ドルぐらいまで、やっぱり落ちてくる可能性がありますので、ここは一つね、意識をしておくべきところかなというふうに思いますから、ここも合わせてね、押さえておいてください。今はとにかく上昇チャンネルを上に抜けようとしたんですけども、それが叶わずにダブルトップ形成からのネックライン割れ、さらに上昇チャンネル割れということで、よろしくない。4ドル付近までの下落は想定をしておいてください。はい、で今日の最後行きましょうかね。今日の最後はこちら、行きます。今日の最後は DYDX 初めて見ますねを見ていきましょう。はい、行きますよ。DYDX なんでございますけれども、ただいまの価格が 3.76 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。 OK でございましょうか。でこの通貨に関しましては、もう今ね、もうダラダラ下げてきていると。で上場後の、もういわゆるスタート地点にもう戻ろうとしておりますね。ですから、もうこれはね、この上場後の3ドルだったかな、3ドルの初め値をもう割れ込んでしまったら、もうどこまで落ちてくるかわからないというようなね、状況にはなります。まあ、その流れの中で、いいですか、下降ウェッジ気味なものが作られている。下降ウェッジ、並びに下降チャンネル的なものがいわゆる作られているような状況になっておりますので、まずそこは一つね、注目を、しておくべきところかなというふうなね、感じがしております。まあ、とにかく、今ちょっとこれね、サポートライン割れ込んだらちょっとどこまで落ちてくるんだというところがちょっとわかりませんので、一つはやっぱり上場後の最安ね、初めね、いわゆる3ドルというところが一つ支えがね入ってもじもじするようなね状況になる値位置かなというふうには思いますので、まずそこは一つね押さえておきましょう。で上に上がってきた際ですよ、上に上がってきた際はやっぱりこのね高値を結んだライン付近で押される可能性、これは大いにあります。ですから4ドルから5ドル後半ぐらい、どうでしょう、移動平均線、だからまあ5ドルですかね、5ドルからまあ 5.8、 まあ6ドル付近ですよ。ここでの売り圧がやっぱり当然かかってくるでしょうし、いいですか、雲もありますからね、それがありますので、売り圧がかかってくるかなと。だから上がってきたとしても、ここは結論言いますけれども、5ドルから6ドル付近での、売り圧には当然注意をねしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。で一つだけいいのは、マックD線とこのね、ローソク足が逆相関、つまり、ダイバージェンスをね起こしているっていうのは一ついいんですけれども、まあビットコインのね下げに乗じて、当然さっきも言いましたね、落ちてくる可能性はこれ当然ありますから、ここは注意をねしておいてください。3ドルあたりをつけに来る可能性はこれありますのでね、よろしくお願いいたします。で、ごめんなさい、もう一回言いますけども、上に上がってきた際は、5ドルから6ドル付近での売り圧にはね要注意。ですから、もしここからね、例えば、もうちょっとこう DYDX 手締まいたいと、もう嫌だと思ってるのがね、いうふうに思う方は、まあ5から6ドル付近での手締まいというところが一つありなんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。で、短期 FX で入っていくんであれば、このね高値を結んだラインを超えていった後にどこまでね上がってこれるかって言いますと、やっぱりこの出来高をね追っていった場合、この出来高が急増している場所がありますよね。ここ、このラインですね。このライン、つまり8から9ドルあたり、まあ8ドルぐらいでしょうかね。8から9ドルあたりぐらい、ここちょっとラインは入れておきましょう。水平ライン、ここぐらいまでの上昇はね、一旦見ていけるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つね、まあ、短期 FX 勢は勝負のかけどころ場所としてはいいんじゃないかなと。ですから、どうでしょうかね、6ドルあたりを明確に抜けていけば邪魔になるようなものがないので、9ドルぐらいかな、9から10ドルぐらいでしょうか。まあ、10ドル。このあたりぐらいまでの上昇がね、あ、ごめんなさい。ちょっともう一個下でしたね。このあたり。はい、ごめんなさいね。一旦は、8ドルから 9ドルぐらい。9ドルぐらいまでの上昇がね、パチーと見ていけるような流れになるんじゃないかなというふうに思いますので、短期 FX で勝負をかけたい方は、6ドルからの9ドルというこのフェーズをね、狙っていくのがベストかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。邪魔になるようなものがちょっとないのでね、期待はしていきたいところでございますけれども、今のね、ちょっと状況を見る限りでは、ビットコインのね、下げに乗じて3ドルをつけに来るような流れの方が確率としては高いんじゃないかなというふうに思いますので、そこはね、意識をしておきましょう。お願いいたします。上は6ドルから9ドル、下は3ドルが現物買いのね、推奨場所でございますから、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんと行きますと、なんと、1万と、800
812名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはコメント等ですね、こちらが要因で私ビットマン TV バチバチと喋れるような状況になっております。本当に皆様ね、いつもいつもありがとうございます。本当に感謝をしております。でね、今仮想通貨業界の様子があまりよろしくないでございますけれども、必ず稼げるね、場所が来るでしょうから、ここに対して短期 FX をね考えてらっしゃる方は、待ち構えておくっていうのね、一つありで、現物長期保有目的の方は、今ねよだれがダラダラ出てくるような状況に多分なっているんじゃないかなというふうに思いますので、一応ね落ちてくることも想定して、分割でね購入をしていくっていうのがいいですよっていうのはね、お伝えさせてください。最後にですね、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第1話以上となります。で、今日の第2部の配信に関しましては時間がちょっとまた遅くなるんじゃないかなというところでね、ここはねよろしくお願いいたします。それでは第2部またお会いしましょう。ではバイ。